はい、シムカップのね、湯の沢温泉森の敷ですね。前利用したところなんですけど、まあ前というかね、しょっちゅう利用してるんですけど、今日火曜日なんで、16時オープンなんですよ、火曜日って。で、お湯のね、入れ替えがね、毎週あって、ちょうど今日がそのお湯入れ替え日で、で、今ちょうど16時になったんでね、一番風呂をね、これから入りに行こうと思います。やっぱりね、一番風呂いいっすよね。空いてる状態で入るっていうのが。で、今まだね、誰も来てないんで、一番風呂になると思いますんで、これから温泉入ってきまーす。誰もいないんで、一番風呂になります。浴槽はね、結構狭いんですよ。で、一応ね、サウナもあります。で、露天風呂とかはね、ないんでね。いや、いいっすね。だいたい来るのはね、いつも毎週火曜日なんで、一番風呂の時多いっすね。いやー。いや、最高だね。温泉を独占できるっていうところがいいですよね、平日は。で、火曜日はこのお湯の入れ替えということで、一番風呂なんです。まあ、こんな感じですね、温泉の作りは。外もね、今日天気いいですね。日帰り入浴が550円で利用できます。で、今一番風呂なんで、火曜日の16時に来るのがね、一番いいかなと思うんですけど、ちょっとね、欠点があるとしたら、シャワーの水圧が、結構弱いんですよね。だそこぐらいかな、欠点があるとしたら。あとは、その火曜日、お湯の入れ替えがあるんで、16時に来た時点で、ちょっとね、温度が濡れる時があります。でもそれはね、お金払う時に言われますから、前もって。ちょっとまだ温度が上がりきってませんけど、大丈夫ですかっていうことを聞かれるんで、まあ今日はね、41度ぐらいまで上がってたんでね、大丈夫でしたね。はい、そんな感じで、シムカップの森の敷から、動画をお送りいたしました。